コメントは本当は皆さんが各自にしていただければいいんですけれども、私はNHK で労働を担当してた、それから国会議員として労働政策を担当し、厚労大臣までしたということで、一応右代表ということで、私なりの総括をさせていただければと思っています。今大沢さんも言われましたけれども、均等法白鳥になれたか、誰もなれたとは思っていない。じゃあなかった方がいいかっていうと、そうではない。やっぱりあった方がいい。で、日本はやっぱり法治国家で、割と皆さん真面目ですから、男女差別しちゃいけない、要は均等でなきゃいけないというと、そうしなければいけないと思うことは表面的に思うわけです。ただ本物の白鳥にするための仕掛けというか、その小さく産んで大きく育てると言われましたけども、大きく育てる方法がしっかりと実践されてこなかったんじゃないかと思います。私もそれをやる国会議員の立場でもあったので、反省も含めてですけれども、セクシャルハラスメントを禁止規定にして強化していったっていうこと、これは前進したところだと思います。で、いくつか見るべきところもありますけれども、本当にその大きく変えていくためには、やはり、これは雇用平等法でなければいけないので、機会だけが均等でもダメで、評価がちゃんと平等になるような仕組みに変えていかなきゃいけないということと、この中に賃金差別ということが、賃金格差が入っていない、この賃金のことも含めなきゃいけない。で、こういう法律があるわけですから、あるものをよりよく改正をしていくべきだと私は思います。で、ちょうど私が厚労副大臣大臣をしていた時にも、民主党政権の時にはちょっと流れが良かったと、さっき松田さんからもお話しいただきましたけれども、本当にこれは均等な法律にしたいと思って、いろいろと検討会を重ねました。で、ただそれを実現するためにする前に、いろいろな、私どもの至らないところがあって、政権が変わってしまったことは申し訳ないと思っていますけれども、そこでやりたかったのはですね、そのコース別で、コースの中で均衡が取れていればいいということではなくて、本当に均等にすべきだということで、その独法の方でいろいろと各国 EU とか、その EU に所属するフランス、ドイツ、スウェーデン、そして日本などの、その同一労働同一賃金、同一価値労働同一賃金、いろいろなこう定理がきちんとまだなっていないところの研究をしたり、そういうことの中で本当に均等な待遇になるような一歩を進めたいという努力はいたしました。ただその中でですね、労働組合の中にも、さっきちょっと苦しいいろいろお話が松田さんからもあったように、その男女平等をやっているところの人は均等待遇にしたいと言っても、労働組合全体としては企業内組合でもあるので、均衡は外せないと。で、結局やったところも均衡均等待遇ということになったんですけれども、やはりそれは均等待遇にしていくために、せっかくある法律をよりよく改正をしていくということが、私は必要じゃないかというふうに思っています。それで、あと、大臣をしていた時に、その女性の労働のために働くなでしこ大作戦と銘打ちまして、ポジティブアクションを、役所が町の姿勢ではなくて、雇用均等児童家庭局が局長以下出ていく、各都道府県の均等室も現場に出ていく、そのためのツールとして、そのポジティブアクションの、いろんな方法論などを持って、出ていくというようなことを、3年間の期間限定でやろうということを、出しました。で、これは少しは動いて、まだ政権のあるうちからやりましたので、動いて活用してくれている、都道府県もあったと聞いています。で、これを元にして女性活躍推進法を作ったと言われたんで、そこは本当にそうなのという、ちょっと疑問もないではないんですけれども、白鳥になれなかったものからまた子供を作っても白鳥にならないんじゃないか。やっぱりこれは実効性をどう持たせるか。で、女性活躍推進法もいいんです、ないよりあった方が一歩ずついいんです。だけど、これが本当に実効性を持つためには、先ほど言われたいろんなデータベースもあるでしょうし、いろいろみんながチェックをして、それに対して情報を出してもらってチェックをして、それをよりよく
実効性のあるものに変えていくことを、多くの人がしていかないと、結局企業任せで役立たないということになりそうな気がする。で、開示が、この義務付けられているのが4項目なんですけども、できればここにやはり賃金の格差というのも入るべきだと私は思っていますので、この女性活躍推進法もできた法律はやっぱりうまく使わないといけないと私は思うので、そういう意味ではこれをどうやっていったら実効性のあるものにできるのかということをやっていく必要があるんじゃないかなと思っています。で、どなたかのお話にもありましたけれど、今の世の中が一足飛びに理想的な社会になるわけはないので、私もいろいろと取材の立場、それから実際に、議員の立場、それから、大臣ということもいろいろやった中で、現実的にやはり一歩ずつ一つずつどうやって進められるかというところで、さっき連帯というお話もありましたけれども、やっていかなければいけないと思っています。で、もう一つ今日の直接のテーマではないんですが、私が大変気になっているのは、その安倍政権の新三本の矢というのが出てきましたけど、もう新三本の矢と、言っただけで皆さんちょっとこう失笑が漏れるようなところもあるように思うんですが、最初の三本の矢の総括もしないで何が新三本の矢だというふうに思います。それでまあみんな経済力を上げていくってこともどうやって上げるの、それから希望出生率 1.8 とか、介護離職ゼロに至っては何をふざけたことを言ってるのか、現場のこと分かってるの、これは介護従事者離職ゼロじゃないのというふうに思ったりもしました。そうした中でやっぱり今日本は超少子高齢社会で、世界で一番高齢者の比率が高く、子どもの比率が低い、生産年齢人口も今毎年 1% ずつ減っているんですね。で、物事を動かすのには労使協調というのが労働の世界でずっと言われてきて、それは大事なんですけど、今の労使協調のペースでは間に合わない。そのことを経営者にも、やはりいろいろな立場のある人に理解をしてもらってこう進めていかなければいけないと思っています。で、その新三本の矢、新しい成長の中にですね、やはり社会保障の問題とかいろいろありますけれども、その介護とか子育てとか福祉のところで食べていけるようにちゃんと処遇を改善する、そのこと一つだけ言ってくれれば、多少私は希望出生率 1.8 も介護離職ゼロもちょっとは信じてもいいかなと思うんですね。だからそういうもう皆さんキャッチフレーズだけでごまかされるようなことはないので、そういう意味ではしっかりしたその具体的な政策がどう出されてくるか、そして問題はやっぱり財源なんですよ。どれだけ予算付けをして具体的に進めようとしているか、そのことをやはりチェックをして、必要なことは物を言い行動をしていかなければいけないのではないかというふうに思っています。で、労働の方で言えばやはり同一労働同一賃金、同一価値労働同一賃金、これこそがやはり男女の格差とか正規と非正規の格差をなくす術だというふうに思います。で、これをやらなければということを経営者側にどうやって納得をさせるか、そしてそういうことにちゃんと取り組める政治家をどうやって作っていくか、そういうことが必要かと思います。そういう意味では今安倍政権になっているけれど、全権委任白紙委任をしているわけではありません。すみませんが、民主党政権でなかなかうまくいかなかった部分でもう一回自民党に変えようってみんな思っただけなわけですから、安保のことを全部委任したわけじゃない、労働のことも全部任せたわけじゃないっていうところがあって、これはまあ一票を投票する一人一人の意識の問題でも、あるとは思うんですけれども、せっかくこういう日本学術会議のジェンダー分科会とフォーラム女性と労働21が合同で協力して、こう今日はシンポジウムを行っています。このように学者研究者、それからまあ労働組合の方も、いろいろ普通に働いている人も政治家も行政の方もいろいろそういう思いのある人がなるべく連携をして、力をつけてですね、安保の時のシールズをはじめ若い人たちが立ち上がったあれと同じような、多少規模は小さくてもいいですけど、労働のことについてああいうようなことが起こせる一つのきっかけに今日のシンポジウムがなれば、良いなというふうに思っています。たくさんメモしたんですけれども、ちょっとわからなくなりましたので、ポイントだけお話しして9分55秒です。ありがとうございます。